番でございます。佐渡伊藤酒店3本目の手取り川山杯純米はこんなところで持ってきて飲んどります、というのもここに佐渡にも山杯のこれ新寮で山杯の、山杯純米大吟醸っていうのがあるんですけど、まあ 50% も越したんで、あの 50% も削った高いやつがあるんですけども、これはこれでまたすごい寝かすとうまくなるというやつですし、ここに今飲んだ手取り川っていうのの山杯もこれなかなか味の広がる純米酒で、ちょっとライトの加減で色がよう分からんけど、乾すると一気にこう色が濃いなって、味もまろやかになってきます。だけどスカッとした感もあるよな。でここにある最近、おかげさまでといいますか、この至るっていうのが毎日何本か、お客さんが買いに来てくれておりまして、こっち側が普通の至る、あのテレビでやったちょっと華やかな香りのあるやつで、こっち側が至るの7号酵母ってやつで、これがまああんまり他にも出回ってねえらしいて、これを飲んでみるとお客さん結構気に入ってもらうようでして、でここにもう一つその701酵母になるんですが、生原酒ってやつがあって、これが1年ぐらいするっちゅうといいまろやかさになって、生なんだけどうめで、乾すると余計にうめになるっちゅう、そういう話なんですよ。何を言おうとしたんだろう。これを飲んだ感想なんですが、これもまたよしと、山杯、山杯があって、佐渡にも山杯がありますと。で佐渡の山杯を作っとる蔵の純米至るにも2種類あって、701酵母、7号系の酵母と、あとはちょっと華やか系の酵母で醸した酒があるということなんです。今おすすめはこれかな、やっぱり、はい、純米原酒至るの7号酵母ってやつです。これもテレビに載ったやつとは違うんだけど、味のあれある、冷やから缶下手しても、あ、なんだ、時間が経ち過ぎて熱くなっても、まあちょっと冷ましてみるとうまくなっていくような感じがします。そんな酒なんです。はい、今日はいろんな酒を一気に飲んでみました。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。はい、こっち水流なんかもあるんだけど、よろしくお願いします。